おはようございます、カッツです。今日はね、久しぶりに朝ラーに来ました。釜石のね、今日はサンフィッシュの中にある、駅前食堂に行ってみるかなと思ってね、出てきました。もうそろそろ開店なのでね、行ってみるかな。五目ラーメン、はい、お願いします。ということで、今回はね、駅前食堂の五目ラーメンを頼みました。1100円ね。で、スープがレグんだけどね、これがね、優しいんだわ。塩味がマイルドで、すごくね、優しいなっていう感じのラーメンで、具沢山でね、野菜も多めだしね、すげえシャキシャキなんだっけ。もやしなんかはね、ほぼほぼ生なんでね、買ってくれ、シャキシャキでね。いや、シャキシャキのもやしって運命もんだね。で、朝からね、この五目ってどうなのって思ったけど、朝からね、この五目いいな。野菜たっぷりだしね、肉も入ってるし、栄養的にもいいんじゃねえかな。で、その具に蓋された格好になってる麺がね、これが熱々なんだよね。すげー相性がいいんじゃねえかな、この麺ね。サンフィッシュといえばね、その昔はあれだよね、釜石教場市場っていうのがねあって、柏川にかかってる大渡り橋に市場があったんだけど、そこがね、こっちに引っ越してきたというね。で、この日はね、盛岡で用事があって、それに行く途中なんだけどね、朝の食事として寄ってみて、五目ラーメンなんだけど、こう目的があって食べる五目っていうのいいね。なんか前っていうか、いつもの朝らはね、ただ行ってただ取るっていうね、そういうだけだったんだけど、なんかね、目的があって行くとね、こう五目選んだんだよね。でね、野菜たっぷりだし、味付けもマイルドなのでね、今回は胡椒がね多め。そうするとね、パキッとした感じのラーメンに変わるんだよね。うんめっけな。まあ、パキッとっていうかね、ラーメンに胡椒振れば大体普通だけどね。映像にね、レトロ調なカラーグレーディングをね、載せっかなと思ったんだけど、何回かやってみたんだけどね、なしにした今回は。なんかラーメンがね、こう美味しそうに見えなくなるんだけどね、映画っぽく してみっかなと思ったんだけどね。で、ラーメンの美味しそうな方を優先してね、普通の
ラットのっけねえで普通の映像にしてみた今回はね。でね、この卵ね、落とし卵とかっていうやつだよね、ポーチドエッグみたいにこう落とすやつね。この卵がね、雲面だっけしっかりこう火が入っててね、この五目にこの卵ぴったり合う相性っていうかね、うまかったな、好きだな。麺多くねすね、麺多めだよね。野菜っていうか具材も多いしボリュームがあるんだけど、朝からから五目どうかなと思ったけどね、いやいいね朝の五目。たくあんもねうめえよね。ということでね、今回は釜石の駅前食堂で五目ラーメンを食べたっていう動画でした。今回はこの辺までだね。じゃあねー、またねー。